はい、月です。ちょっと風邪気味なんですが、ようやく治りかけとなっております。お聞き苦しいかと思いますが、ご容赦ください。本日開封するのはこちら、ブラックベリーキーワン、はい、スマートフォンですね、はい、この物理キー付きのスマートフォンということで、オバマ大統領が大統領に就任するとき、使わせろと言ったとか言わないとかで、ちょっと有名になった、スマートフォンなんですが、こちらのブラックエディションっていうですね、9月26日に発売された、スマートフォンを購入してきました。ブログの方ではちょこちょこ更新させていただいてるんですけども、昨日ブログの方でポメラ DM200 を発売1周年記念としてというわけではないんですけども、買うたよというのをアップしまして、その理由として我々の当社の新規事業で、文章をたくさん書かなくてはならない自由が発生したため、ひたすら文章を打てる環境を構築しようと、スマホも物理キー付きにしてしまいました。はい、見えますかね。引き続きメインは iPhone7 Plus を使っておりまして、サブ機としてこちらの Galaxy S8 を使っているので、実質サブサブスマホとなるわけですけども、大きいスマホ3台になりますので、どう考えても使いこなせないなと思ってるんですが、自分なりに用途を決めて使っていきたいなというふうに思っております。仕事のためと言いつつね、完全に欲しいから買ったという感じになってるんですが、ブラックベリーは以前から使用していまして、こちらブラックベリー Q10 でいいのかな、ブラックベリー Q10 ホワイト、Amazon でも今まだ売ってますけども、はい、こちらですね、ブラックベリー Q10 ホワイト、2万円ぐらい、2万1800円になってますが、こちらを使ってたんですね。もうかっちょいいと、単純にかっちょいいから使ってたんですが、これはいわゆるブラックベリー OS でございまして、 Android OS と親和性はあるようなんですが、ちょっと違うということで、いずれこの Android OS を搭載したブラックベリースマホを持ちたいなと思っていたので、今回ようやく手にすることができました。でブラックベリーキーワンについては、今年の6月くらいから日本では発売されていたと思いますが、今回私が購入したのはブラックベリーキーワンブラックエディション、つまりこのキーワンの強化版というふうになっています。日本では、正規代理店の FOX、ビッグカメラ、そして Amazon で発売されています。このノーマルのキーワンですね、6月に発売されたブラックベリーキーワンブラックシルバーとこのブラックエディション、どこが強化されたかというと、内蔵ストレージが 32GB から 64GB へ、倍になったと。そしてメモリーが 1GB 強化され、 3GB から 4GB へ強化されているということです。実売価格が Amazon 調べですが、ノーマルキーワンが68,277円、はい、とですね。で、セット割りとしていろんな SIM とですね、組み合わせることで、そこから1000円安く 67,277円で、購入することができると。それに対しまして、ブラックエディションキーワンの強化版ブラックエディションは 79,800円ということで、1万円以上ですね、高くなってるんですが、果たして RAM 1 ギガ、ROM 32 ギガバイトのために1万円以上高く必要があるのかなというふうに思ったんですけども、どうせなら新しい方、スペックが良い方をということで選んでしまいました。店頭で触った感じですと、このブラックエディションよりかですね、ノーマルキーワンのシルバーな感じの方がなんとなく質感が良くて、ブラックエディションの方がプラスチックでちょっとチープな感じがしたんですが、その辺も改めて確認してみたいと思います。はい、背面はこんな感じですね。はい、すごいシールドっぽい感じがしますね。セキュリティに強いというのが一つ売りのようなんですが、はい、どうでしょうか。ちょっとこう、でもそうでもないか、なんとなく店頭で見た時はプラスチック感が強かったんですが、質感がありますかね。
これが物理キーですね。物理キーでいろいろ打ち込むことができると。中身を見ていきますと、よいしょ、はい、まず内蓋の中に、これは説明書ですかね。はい、このピンとですね、説明書が入っておりました。クイックガイドですね、フロントカメラ、点検ボタン、戻るボタン、指紋センサー、指紋センサーもついてるんですね。はい、 USB Type C となっています。 SIM はナノ SIM ですね。で、中は Type C、USB C の電源となっています。まあ、シンプルですね。そして一応イヤホンついてるかな、イヤホンもついてますね。はい、こんなセットになっています。ということで、これからセッティングしてですね、いろいろパフォーマンスチェック等をしてみたいと思います。では次回またご覧いただければ嬉しく思います。本日ご視聴ありがとうございました。ではまた。